タル、結婚しようぜ。ダメーな、チェリー、何すんだよ。何もかにもありませんわ。そうだ、これが驚かずにいられるか。ブラッドベリー、あなた新参者の分際で何という大胆発言を。その通り、機械のマリオネットが人間と結婚できるわけないだろうが。ま、この際細かいことは一個なし。オタルはこの私が立派な男にしてやっから心配すんなって。不潔よ、不潔だわ。いいこと、ブラッドベリー、オタル様と結婚するのは健全で上品でスイートなこの私ですわ。へーんで、胸のないマリオネットは鍋でも洗ってなっての。その通り、胸はなくとも愛は育つ。いやー、醜い汚らしいあっちって。なんだと、この花形三剣の綺麗な胸を見て汚らしいとはなんという言い草。ほれほれ、もっとよく見てみ。いやー、汚らしい。ねえねえねえ、ちょいとお聞きてんだけどよ。結婚って何？え？あれ？知らなかったのね。あ、で、それってどんなにか？結婚ってのは惚れ合った男と女が？そう、二人っきりで一つ屋根の下に住んでイチャイチャ暮らすってことさ。あーだ、いまいちよくわかんねえな。そんなことして面白いのか？面白いさ。面白いに決まってんだろ。あ、おい、ブラッドベリー。見れば見るほどいい男だね。いろいろと楽しいこと教えてやっからさ、ここは男らしくスパッと私と結婚しようぜ。って、 いきなりそんなこと言われたって。うわ、ブラッドベリー、続きは明日で話そうな。もうじれったいね。オタルは私のこと好きじゃないのかい？え、私はあんたにベタ惚れだってのにさ。嫌いかい、私のこと。かなって、嫌いさ。けど俺はライムもチェリーも。あんだよあんだよ、ナイスバディなこの私よりエグレモネや鼻垂れの方が好きだってのかい？いや、そうじゃなくて、3人とも同じくらい。つまり、そのなんつうかよ。僕が説明しよう。よく聞け、ポンコツマリオネット。オタル君が言おうとしているのはこういうことだ。一本の丸太は簡単に折れても、むむっちゃん、くーっと、この、えいほれ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 。なんと、これだ。と、このように簡単に折れてしまう。だが、その弱い丸太も三本束ねれば、いい。何しに来たんだあいつは。なあ、オタル、結婚しよう、今すぐしよう、とっととしよう。な、結婚してくれるならオタルの願いは何でも叶えてやるからさ。苦労し話して。なんだい、お安いご用さ。うわあ、あちゃ。なあ、オタル、水臭いぜ、私たちの中で。さ、言っとくれよ、他にどんな願いを叶えてほしい？ほら、遠慮なく言っちまいなよ。空が飛びて、
空を飛ぶ？空さえ飛べりゃこんな目に合わねえ。あ、オタル。空か。わかったよ、オタル。その願い、この私が必ず叶えてみせる。できる、できるとも。下町の天才科学者、この白髪源内に不可能はない。ほんとかい、とっつぁん。いや、とっつぁんなんて水臭いわ。ゲンちゃんって呼んで。よ、ゲンちゃん、天才、ジャポネス一、男の中の男、伊達にハゲちゃいないね。そう褒められては見せざるを得まい。おわぁ、すごい。そう、全部すごいの。これぞまさしく天才の証、田んぼのかかし。これこれ、これさえあればこっちのもの。よし、一丁やったるか。僕とオタル君の友情を引き裂くという意味においては、お前たち二人も邪魔者には違いはない。だが、あのブラッドベリーというマリオネットは危険だ。危険すぎる。おっしゃる通りですわ。どうして危険なの？どうしてって、このままではオタル様をブラッドベリーに独り占めされてしまうのよ。オタルは僕だもん。ブラッドベリーなんか絶対開けない、開けない。は、どうやら意見の一致を見たようだな。あやつの魔の手から力を合わせてオタル君を守ろうではないか。どうしよう。どうしよう。いやー、どうしよう。それにしてもブラッドベリーはどこへ行ったのかしら。なんだよ、ブラッドベリー、俺にプレゼントって。見ればわかるよ。そう。あ、なんだこりゃ。人力飛行機さ。あ、人力飛行機？ホタル、空飛びたいって言ってただろ。あ、空を？ブラッドベリー、まさかお前。イヤッホー！オラオラオラ！やめろ、やめろとブラッドベリー！あら、いやいやいや、あれは。バカだ、オリラ、オリラとブラッドベリー。いやー、気分爽快だね。ジャポネスが豆粒みたいだ。こんなことはどうでもいい。今すぐ地上に降りるんだ。願いは叶えてやったし、これで結婚は決まりだな。いいから降りろってば。あ、そうだ、このまま新婚旅行ってのも悪くないね。聞けよ、人の話を。あ、クマが出てきたな。え、ブラズマンゴー。このクソジジが、どうして飛行機の作り方なんて教えたんだ。もちろん、オタルとブラッドベリーが二人きりなんて僕やだやだ。オタル様が傷物にでもなったら打ち首獄門ですからね。そんな問題じゃない。は、花見ちゃん、この星で空を飛ぶなんて自殺にも等しい行為なんだぞ。どういうことですの。惑星テラ2の上空では日に何度もプラズマ雲と呼ばれる雲が発生するのじゃ。超高電圧の電気を蓄積し、空行く者に容赦なくプラズマの稲妻を浴びせかける。まさに空の悪魔。それを知っていながらどうして設計図を渡したんですの。だって、だって本当に飛ぶとは思わなかったの。うん。プラズマ雲って、そんな大事なことなんで黙ってたのさ。言ったら聞いたのかよ。寝るなよ。とにかく地上に降りろ。わかった。何やってんだよ、急げよ。それが風が強くて飛んでるのがやっとなんだよ。なんだって。
これはカムナザン。様は南南西の方向へ飛び去った。つまり不時着したとしたらここカムナさんのどこかにいるはずです。カムナさん、あの邪悪な魔獣ポンタ君の住む悪魔の山。悪魔の山、ポンタ君。そう、名前こそラブリーだが性格は凶暴。特に母親が子供を守ろうとするとき惑星をも滅ぼすほどの力を発揮するという。オタルくん、無事でいておくれ。オタルは無事だもん。ブラッドベリーがついてるから大丈夫だもん。お、ライムそうね、きっとブラッドベリーがオタル様を守ってくれるわね。こらクソジジー、まだできないのか飛行メカは。はーい、努力してます。ほらほら、参った参った。しかしまあ、よく気絶する男だねそれにしてもでっかいタンコブ、カッパなら間違いなく即死だな。けど脈もあることだし、そのうち目覚ますだろう。さてと、問題はどうやって帰るかだ。待てよ、無理して帰ることはないか。邪魔者はいないし、このままここで夫婦水入らずの新婚生活ってのもありありありだよね。パンパカパーン、よーし実験開始。バイじゃ。遠心力で体中の水分が飛び出してますわ。洗濯機みたい。全自動。備えてオタルにはバカバカうまいもん食ってもらわなきゃ。あ、うん、どっちがうまいかな。お、なんだこいつ、なんか用か。そうだ、やっぱ動物性タンパクも必要だよな。なんだいなんだい、まだ寝てんのかよ、タル。まったく、この私をこんなに熱くさせちまうなんて、憎いやつだよ。ブラッドベリー。逃げろ、ブラッドベリー。え、ホタル。逃げるんだ。ライムとチェリーを連れて。うげ。参ったね。呼ぶんなら私だけにしといてくれよ。青い方が良かったかな。いやいやいや、ブラッドベリー、てめえ一体何食わせかったんで。いや、ちょっと、着付け薬をね。でも、よかった。よかったよ、目が覚めて。いいわけねえだろがよ。みー。なあ、ポンタ君の子供じゃねえか。ポンタ君？なんだいそりゃ。なんてこと、親ポンタ君に見つかったら、ただじゃ済まねえぞ。
なあ、オタル、親ポンタ君に見つかったらってどういうことだよ。え、おめえ本当に知らんね。なあ、ケチケチしないで教えろよ。後ろ、後ろ。え、後ろ？これもいじめられてめちゃくちゃ怒ってるぞ、親ポンタ君。あれが親ポンタ君？ガキと全然似てねえじゃねえか。できたぞい。さあ行こう、オタルを助けに。カウントダウン開始、発射100万秒前。じゃあこらー、さっさと発射せんかい。力場スイッチオン。おお、大成功じゃ。超高速で飛行すればプラズマ雲に出くわす確率も減る。わしってやっぱ天才じゃな。あら、なんで僕だけいつもこうなるの。こっちの強さ半端じゃないぜ。大丈夫か、ホタル。腕をやられた。ホタルはこの身に変えても私が守ってみせる。ブラッドベリとどめだ。え？うわあ！やめろ、ブラッドベリー！ポンタ君に罪はねえ！悪いのは俺たちの方なんだ！安心しな、峰内さん。言っただろ、オタルの願いなら何でも叶えてやるって。ブラッドベリー。俺はさ、これからもずっと3人が力を合わせて仲良くやってってくれればいいなって思う。そう、ポンタ君と戦った時みてえによ。仲良くするよ。まあ、オタル様がそうおっしゃるのなら。うん、ブラッドベリー、おめえもな。もう二度と同じ過ちは犯さない。オタル、私今回のことでよーく分かったよ。ブラッドベリー、食うなら青い実、赤い実は死ぬほど辛いってね。え？あ